はい、皆さんこんにちは、テラミスです。本日はね、ケルビンの方でガチマッチ潜っていこうと思います。っていうのも、ちょっとスプラトゥーン2もうアップデートなさすぎて、もうネタがね、マジでないんで、もうケルビンでガチマ潜ってなんかいい試合撮ったら、まあそれをね、まあ動画にしようっていうわけで、まあ頑張っていこうと思います。じゃあ、お疲れ様でした。いや待て、ちょ頑張ろう、ここで。いや、こういうのをあえてネタにしていこう。いや、動画撮ってるとき、初動をああやってね、もうやられると本当に涙が出そうになる。本当に辛すぎて。特に、あんま撮れない人とかにね、ああいうのをされると本当に涙が出そうになる。オッケー。初動オールダウンしたけど、まあ、38か、まあまあ全然これは切り返しが。これ、しっかり倒して、まあこれスピア溜まるし、まあ綺麗に相手、一回オールダウン、俺3人やったけど、あ、これで多分オールダウンだ、倒したら。ちょっとランス悪かったな。まあまあ、これ、入っちゃったけど、まあいや、あそこ、まあ、ここ結構いい状況なんでね。それなんか、まあまあ、いいですね。今の入ったの。しょうがないですよ。これ、しっかりやって、まあ、キャンピングシェルターパージする前だったら、後ろからね、倒せるんで、いや、すまん、今の俺倒したの、みたいなもんかもしんない。で、無双。マジで俺をな、マジでオールダウンさせたらもう俺がマジで覚醒するから、このゲーム。はい、オッケー。いや、これ相手の範囲はね、こちらを初動オールダウンさせたことだね。ちょっと俺のハートにちょっと火をつけちゃった、これ相手。はい、それでは対戦よろしくお願いします。モズクのガチオコバトル、パワー2380と、一応今パワー2630ぐらいあって結構高いからちょっと頑張りたいな。ちょっと王冠がいないと。まあ、深夜にね、今撮ってるんで、深夜だとね、やっぱ日本人の方が多分スプラトゥーンで強い印象あるから、やっぱ王冠とかあるよね、部屋のパワーとか、ゴールデンタイムのが結構、ゴールデンタイムというか、まあ、7時とか、まあ、ちょうど結構いい感じにハマったな、これ。やっぱ7時、8時あたりがなんか部屋のパワー高いような気がしますね。だから2900ね、目指してる時も、深夜あんま潜らないで、ゴールデンタイムに潜るように僕してたんで、まあ理由といたしましては、やっぱ周りのレベル高かったら、まあ頑張ったらね、まあ勝てるんでちゃんと。まあなんで結構パワー、まあ周りの、なんだろう、強い人がいそうな時間にね、選んで潜ってましたね。まあで、これ気づいた人いると思うんですけど、ギアがね、サインクメインクステージャーになってますね、今日は。結構復活短縮メインクステージャーで使うこと多いんですけど、まあ、ガチマだったらそこまでゾンビ発動しないし、あとこのギアね、結構モンガラとかでつけてるんですけど、モンガラとか、まあ、結構、そのシールドちゃんと使うステージに関してはサインク結構強いんで、まあ、メインクステージャーよりサインクメインクの方が効率とかいいと思うんだよね。まあ、なんでね、まあ、このギアで本日はね、やっていこうと思います。で、これ、結構、ギル入れてるっちゃ入れてるんだけど、94か。まあまあ、しょうがないな。まあ、俺がチョコ持ったわけじゃないから、これはね、ちょっと味方に文句は言えない。まあ、ただ、護衛させていただく味方を。これ味方10パー、これワンチャン来そうなんだよな、これ。そうじゃない？来ねえか。今、なんで前出なかったのって、左ってか上のとこからピョンって言って、矛狙いに来る敵いるんじゃないかなって、ちょっと。警戒してたんだよね。結構ああいう状況できたりするから。これ味方落ちてるから、耐えるか。まあ、この試合結構硬い動きしてっていいかな。まあ、構成的に、寿司ザップが一番前がいいかな、これは。まあ、ってなるとね、まあ、3番目ぐらいになっちゃうから。まあ、シールド貼って意地みたいな。まあ、ギアもそういう感じだしね。で、ここでね、ちょっと雑談の方をしていこうと思うんですけど、最近僕ね、とあるアニメを見てて、っていうのもね、僕結構アニメ好きで、まあ、YouTube ライブとかやると、まあ割とアニメの雑談とか、まあしてると思うんですけど、僕中学ぐらいから結構アニメ見てて、まあアニメのタイトル聞けばどういうのかまあわかるようぐらいのまあアニオタなんで、まあこれはね、しっかり太刀打ちで倒して、で、今ね、見てるのは、フェイトっていうやつなんですけど、結構、まあ知ってる人も多いと思うんですけど、なんかバトルもの、なんか戦闘シーンめっちゃなんかかっこよくて、それで見たいなーって前からちょっと思ってて、まあそれで見始めたみたいな感じですね。まあここら辺雑談終わっ、ちょっと待ってくれ、グーゲル早い。ごめん、ガバっちゃった、M。てか、ガバったっていうかちょっとガバ出された、正確には。いや、金雨のグーゲルマジで早いよね。わかる人いるでしょ。当たるとき当たるんだけど、当たんないときマジで当たんないんだよな。
あと真上とかいられちゃうと全然当たらないみたいな。真上当てにくいよ。待てこれ、ちょっとやばいぞ、テラミス。エイムが。ちょっと頑張ろう。ちょっとガバかったから、ちょっと取り戻そう。これ、ふげ。これね、ワンチャン仕掛けないでいいや、これは。溜まりそうなんでね。まあ、こういう時ね、スペシャルゲージ確認するのが大事。ここは、ちょっと溜めてから、行っちゃおう。これ、溜めて。まあ、クーゲル100、クーゲルじゃない。ケルビン180ポイントだから結構溜まるんだよな。地味に。塗りは弱いんだけど。ナイス。これ、いやー、それはしゃあない。これ。これやった。おい、ナイス。いい感じにこれ味方と合わせられてよかった。あとやっぱこのゲームスペシャル強いわ。はい、それでは対戦よろしくお願いします。モズクのチョコバトルパワー2380と、で、編成の方を見ていきましょう。なるほど。この部屋超射程がいないな。こういう部屋だったら結構ケルビン動けるぞ。相手が後衛いない場合のプライムだったら、まあ、プライムはね、1対1でちゃんとシールド貼って戦えばね、まあ、勝てるから、相手に勝てない武器はこの試合いないから、まあ、いいっすね。まあ、相手のこういう編成になんか、そう、クーゲルとかチャーとかつくと、まあ、一気になんかプライムタイムもきつくなるんだけど、やっぱ長距離から見られているっていう、そういうのがありやからね。これインク系積んでるから結構便利やな。やっぱスプラトゥーンっていうゲーム楽しいわ。まあ、っていうのも、最近ツイッターとか見てると、スプラトゥーンつまんねーとか言いながらやってる人なんかめっちゃ見るんだけど、まあ、つまんなくても、まあ、楽しいって思っとけば楽しくなるんですよね。まあ、っていうのも僕そんなスプラトゥーンつまんないと思ってやってないんですけど、まあ、確かにつまんないっていう気持ちもわからなくはない。まあ、理由としては、まあ、傘対面とかプライムとかになんかもう、やばすぎやろみたいな。しょうもな、みたいな。まあまあ、そうなってね、時もあるっていうか、まあ、つまんないっていう気持ちもね、わかんなくはないんですけど、まあ、つまんない、まあ、ちょっとつまんないぐらいだったら、まあ、楽しいとか、まあ、思いながらね、やるとね、結構楽しく感じるんだよね。まあ、だからね、何事も、やっぱ楽しいとかね、思いながらやるとね、いいんだよね。まあ、つまんないとか、思って最初からやっちゃうと、本当につまんなく感じちゃうんで、まあ、これをね、僕はね、結構ね、まあ、意識して、生きてるね、人生を。ちょっと今の話、スプラトゥーンと全然関係なかったかもしれないけど、ちょっとね、まあ、許してください。まあ、動画のね、まあ、コンテンツの一つですよ。雑談っていうのは。はい。で、これで、まあ、ちょっと裏見に行くか。いや、スプラトゥーンアップデコねえかな。まあ、さっきの話してあれなんやけど、いや、普通に楽しい。いや、このゲームは楽しいけど、ちょっとアップデが来なさすぎてね。てか、9月の最初ぐらいに来ると思ってたんですけどね。まあ、アプデの予想はね、まあ、ズバリ、まあ、ケルビンのスライドが3回になります。多分今ね、そう、ケルビンのスライドを増やすために結構、努力してるんだと思う。多分、任天堂の人が。だってスプラマニューバーがさ、2回スライドで、フワットオッパが4回スライドで、なんでケルビンが2回スライドなんだ。普通に考えておかしくないか。みんなそう思わない。普通に考えて、もう間を取って3でしょ。いや、3か4にお願いします。そしたら硬直で書いてる。いやー、今のちょっとプライム持ってきたかったね。まあ、そしたらね、まあ、強くなるんで、ケルビン。まあ、いける強くなるっていうか、まあ、今でも強いけど、ちょっと3回か4回にお願いします。いや、硬直のね、デカさが目立たなくなる。4回ぐらいになると。クワッドオッパーって硬直長いけど、4回スライドできるからまたケルビンとちょっと違うよね。4回もスライドできたら、硬直そんな気にならん。だからケルビンよりはクワッドオッパー気にならないよね。なので3回にしてください。はい。まだ連れてこないで。おい、しっかりね、復帰したやつをシールドスライドで倒してと。モズクはやっぱ強いな、シールドが。やれないか。いや、俺溜まってるから結構押し込みに使うか。待って、今の、やれねえのか。これでもこれメイン性能を積んだところで3発だからな、どうせ。52ダメやから半端なんだよな。
ここめっちゃ丁寧に立ち回りするね。でもこういう状況だったら全然そういう動きでいいな。いや、今作ここちょっとめっちゃ強いから、相手ハイプレイなかったら、こういう動きでも全然ヒル取れるもんね。俺よくやってるわ。俺ここもちょっと結構、慎重にいっちゃう。慎重っていうか相手の編成によってはそれが一番強い。ただ、ここ爆発しね。ほい。それはちょっと、やばくなって、ちょっと、爆発する前に前に突っ込まんと、ダメよ、それは。柱が。待って、ちょっと紙トーピードだった、今の。トーピードと後ろ方のハサミでもう、もう、何もできん。まあ、これは、カウント17だから。まあ、ただこっちの編成ハイプレとかあるわけじゃないから、変に連携するのだけは嫌だな、されるのは。見て。ボード下の上か。いや、これ割と溜まるから。で、今のね、シールド張り、深いかもしれん。スプラトゥーン1からやってるんだけどね、シールド貼るときに、フト状態でジャンプしながら貼ると相手のね、攻撃ちょっと避けやすいから、シールド展開できるよ。できるっていうか、しやすいっすね。まあ、っていうのも、ケルビンの場合、シールドスライドっていう動きしちゃうと、その固定されちゃってるし、シールドを貼るだけだったら、シールド投げてジャンプして、ふんよふんよんって、まあ、人状態の方がね、判定も少ないし、横にね、ふわふわーんってするジャンプのムーブだから、相手からすると結構当てにくいんだよな。まあ、というわけでね、まあ、本日の動画終わっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録と高評価お願いします。ではね、次回の動画で見ましょう。